はい、今日の授業で、うん、あのなんとかマリアっていうのが出てきたんですけど、うん、これはどう訳したらいいんですかっていうふうに聞かれたんですね、うんうん、どう答えたんですか。私は、うん、あんまり大した意味はないですよって。だからぴったり来るときは訳してもいいけど、うん、訳さなくてもいいですよって、うん、何々ってことですよぐらいの意味ですよっていうふうには答えました、うん、そう、前っていうのはまさにことだから、うん、何々についてのことなんだけどみたいな、うん、前置きで使うこともあるし、うん、最後になんだけどって言って、うんうん、あの律儀に訳す必要がない言葉もいっぱいあるよね。もう一個マリア、ドラマとかでよく出てくる、うんうん、もごったマリアとかって、ちょっとなんかあの怒ってるみたいなとか、うんうん、なんかですって、ちょっとなんか興奮気味だった時に、でもそれもねってことだよみたいに訳すとおかしいじゃないですか、うんうん、でそういう時はあの話を切り出す時に北しとか言うんだけど、これもしかしてとか訳す必要全然ないことが多い、あのっていうか、あのだったら言っちゃなよとか。あ、言っちゃなよもじゃないですか、うん、言っちゃなよも訳すとおかしいですよ、おかしいですあるじゃないですか、あるじゃないですかそれからね、チョン、ね、チョンがいっぱい使うでしょ、うん、で面白いのはね、チョンマニジュセヤっていうの、チョンマニジュセヤそうそうそうどっちあとはね、もう、あーそうそう、減っちゃなよもって言って、うんうん、そう、それ訳さない方がいいよ、うん、なんかちょうどね、もうって訳すとね、ぴったりな時もあるんだけど、そう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 、やったやん、もうって、ね、うん、そういうちょっとした、うん、日本語のもう、そうそうでそれが好きで面白くて、ね、わざともうって訳したりもするんだけど、不満げな気持ちをちょっと付け加えると、うん、だけど訳さない方がいい時の方が多いですよね、そうそうそう、やっぱり、うん、だから会話の中でも訳さないでいいものがたくさんある、うん、それがまた言葉の味、そうそう、くれよ、なんとか、あ、遅くれよっていう、なんか理由の時に、そう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 、